神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします猛毒を持つクラゲカツオノエボシが海開きを迎えたばかりの相模湾沿岸に数多く漂着し被害が相次いでいます薄水色のきれいな見た目とあって神奈川海岸美化財団は何だろうと興味を持ってしまう海岸で見つけても絶対に触らないでと 注意を呼びかけています新江ノ島水族館によりますと、カツオのエボシは毒性の強いクラゲで、刺されると激痛が走り、肌が腫れたり、熱が出たりするほか、複数回刺されると、急激な血圧低下で意識を失うアナフィラキシーショックを引き起こすこともあるということです。任期満了に伴う山北町長はは日告示されれまししたた立候補したのはいずれも無所属で 4期目を目指す現職の湯川雄二氏と、元町議会議長の新人、深川照雄氏、NPO 法人代表の新人、高橋淳子氏の3人です。過去2回の無投票当選から一転して、12年ぶりの選挙となり、3期12年の湯川調整の評価と、県内ワーストの人口減少率、9.0%が主な争点となりそうです。<music> 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で5日、新たに1人の死亡と、10歳未満から100歳以上の男女1939人の感染が確認されました。また、神奈川県は新たに72人が自主療養したと発表しました。自主療養の累計は、2万7621人になりました。